飯能市役所インフォメーションをお送りします。11月4日、5日の2日間、秋の一大イベントである飯能まつりが行われました。47回となる今回は、およそ16万8000人の方にお越しいただきました。毎年11月の第1土曜日、日曜日に行われている飯能市の一大イベント、飯能まつり。第47回となる今回の当番長は、並柳でした。勇壮絢爛な山車や底抜け屋台が街中を練り歩き、賑やかな屋台囃子が晩秋の奥武蔵に響き渡り、提灯が灯る夜の引き合わせは迫力満点でした。他にも獅子舞や子供みこし、野外音楽会など各種イベントが行われました。4日土曜日はパレード、よさこい、ステージイベント、路上パフォーマンス等の熱い演技が披露され、11カ町の底抜け屋台が街を練り歩きました。5日日曜日は林、獅子舞、はしご乗りなどの時代を超えて受け継がれる伝統芸能と、祭りの最高潮となる11カ町の山車の引き合わせが行われました。来年の当番長は本郷です。来年もぜひ秋の風物詩飯能まつりへ足をお運びください。11月25日、26日の2日間、東郷公園でもみじ祭りが開催されます。東郷平八郎の像があることで知られる東郷公園。公園内にはおよそ1000本の木々が植えられ、11月は公園内と周辺がもみじや楓で真っ赤に染まります。毎年開催される東郷公園もみじ祭りは飯能の秋の風物詩。今年は11月25日土曜日に前夜祭、11月26日日曜日に本祭りが行われます。25日土曜日の前夜祭は13時から20時の開催で、18時頃からジャズ演奏会を開催します。ライトアップされた紅葉の中で生のジャズ演奏が楽しめ、青竹のキャンドルを各所に灯し、幻想的な雰囲気の中で紅葉を鑑賞することができます。翌日26日日曜日の本祭りは9時から15時の間、各種演芸が楽しめる芸能大会が開催されます。ライトアップは11月30日まで実施しています。もみじ祭りが終わった後も紅葉を楽しめますので、東郷公園へぜひお越しください。なお、11月25日26日の2日間、東郷公園の駐車場は渋滞が予想されます。混雑の際は赤野駅上方の宝光寺駐車場に駐車してください。またもみじ祭りが開催される2日間は赤野駅発着でシャトルバスを運行します。25日土曜日は13時から20時30分までおよそ20分間隔、26日日曜日は8時から16時までおよそ20分間隔で運行します。ライトアップ中の11月30日まで東郷公園の駐車場は有料となります。混雑緩和のためにも電車でのご来園をお願いします。東郷公園もみじ祭りに関するお問い合わせは飯能駅観光案内所フラット飯能へお願いします。昨年大好評だったパンフェスタを今年も開催します。当日は混雑や売り切れ等が予想されますので、ぜひお早めにお越しください。パンの名店が集まる飯能パンフェスタが今年も開催されます。昨年同様、飯能銀座商店街を会場に埼玉県内外さまざまな地域のパンや20店舗が自慢のパンを販売します。開催日時は12月10日日曜日、11時から14時です。10時までは会場に入ることができませんのでご注意ください。出店予定店舗はご覧の通りです。当日は歩行者天国となる銀座通りで各店のパンをお楽しみいただけます。各店とも売り切れ次第終了となります。売り切れの際はご了承ください。また会場には駐車場がありません。公共交通機関をご利用いただくか、周辺の有料駐車場をご利用ください。
ご不明点などのお問い合わせは飯能商工会議所へご連絡ください。所沢市、狭山市、入間市、飯能市が共同で取り組む男女共同参画部会で公演イラン映画オフサイドガールズを見て考えようを開催します。オフサイドガールズは女性が男性のスポーツをスタジアムで観戦することを法律で禁止しているイランで、サッカースタジアムに男装して踏み込んだオフサイドな少女たちを描いた映画です。その奮闘期から女性差別について学識者の見解を交えて考えます。日時は12月16日土曜日13時30分から16時で、会場は入間市産業文化センターホールです。コメンテーターに東京家政大学人文学部英語コミュニケーション学科准教授の並木由紀氏を迎えます。対象は飯能市、日高市、入間市、狭山市、所沢市に在住、在勤、在学の方で、定員は400人です。お申し込みは11月17日金曜日から地域活動支援課へ電話、ファックス、メール、郵送でご覧の宛先へお申し込みください。一度に4人まで申し込みができます。また当日は保育サービスがあります。1歳から未就学児が対象で定員は5人です。利用料は1人500円です。保育サービスの利用を希望する方は12月8日金曜日までに入間市男女共同参画推進センターへ電話でご連絡ください。ご不明点等のお問い合わせは地域活動支援課へお願いします。市民会館でテノール歌手として世界的に活躍している秋川雅史のコンサートを開催します。宝くじ文化公演秋川雅史コンサートは2月4日日曜日15時開演です。会場は市民会館大ホールで、入場料は全席指定2000円です。チケットの販売は市民会館では11月18日土曜日9時から窓口販売、翌日19日日曜日8時30分から電話予約を行います。発売初日のみ1人につき6枚までの購入制限を行います。その後は11月21日火曜日9時から市役所地域活動支援課で販売します。チケットピア E プラスでも販売予定です。発売日より以前にチケット購入の待機を希望される方は待機を開始するときに事務室にお申し出ください。指定の用紙に記入いただいた後、17時15分まで指定の場所で待機していただきます。待機開始のお申し出は、受付開始日より前の開館日の8時30分から17時15分までの間にお願いします。待機中に指定場所から離れると無効になりますのでご注意ください。事務室受付業務終了時間である17時15分に確認票を交付します。それ以降、翌開館日8時30分までは待機の必要はありません。17時15分以降および休館日は確認票の交付はできませんのでご注意ください。翌開館日の8時30分に確認票を返却していただき、指定の場所で再度待機していただきます。8時30分に確認票が返却されない場合は、待機は中断されたこととなり無効となります。確認票は受け取られた本人以外の方が返却されても有効です。ご不明点等のお問い合わせは飯能市市民会館へお願いします。飯能市役所インフォメーションをお送りしました。